だったんだよ、本当にね。テレビの初期語れって言ったらね、本当にいろんな話なんだけどね。その当時やっぱね、ポップスが流行ってね、これで新しかったの、今で言うとナウね。俺はもうほとんどジャズしか聴かなかったけどね、ポップスだったら本当にいいじゃない。で、結構乗ってやってたんでね、俺もだったらテレビに出ろって、俺なりたくてなんかなったんじゃなくて、もう今か言われたもんでね、やらの田様とかなんか言われたもんでね、出ちゃったらこうなっちゃったんだ、本当に。